県は新たな総合体育館の整備が計画されている鹿児島市の本校区エリアの活用の仕方を話し合う最初の検討委員会を今月23日に開くと発表しました。県が今年3月に策定した県の総合体育館スポーツコンベンションセンターの基本構想は、鹿児島市のドルフィンポート跡地に総合体育館の本体を、住吉町15番街区に駐車場を整備する計画となっています。一方、鹿児島市は同じドルフィンポート跡地に総合体育館とサッカースタジアムを併設する案を打ち出しています。今月23日に最初の会合が開かれる検討委員会は、県の基本構想を前提に本校区エリアの活用方法を議論するもので、委員は経済団体や都市計画の専門家のほか、鹿児島市の幹部も含めた15人で構成されます。県は鹿児島市の案も含めてこの検討委員会で議論する予定で、2023年度末をめどに結論をまとめたい方針です。総合体育館については、きょう県議会の総合政策建設委員会でも議論され、委員からは県と鹿児島市の連携について正す声も聞かれました。その上で、早期の体育館建設を求める賛成陳情9件が採択されました。一方、きょうの鹿児島市議会でもサッカースタジアムの計画に関する質疑が交わされました。鹿児島市は、県が所有するドルフィンポート跡地にサッカースタジアムを作る場合は、県から無償で土地を利用させてもらいたい考えですが、塩田知事は土地は原則売却と発言しています。これについて市の幹部は、県有財産の有効活用について知事は基本的な考えを示したものと認識していると答弁しました。